はい、それでは今週の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回は数値の表現ということで、整数とですね、それから浮動小数の表現をやりました。で、今日はその続きでテキストですと14ページのセクション 2.1.5 の多精度整数の表記と加算というところから説明していきたいと思います。で、前回の授業の後半で浮動小数というのを扱った際に、浮動小数ではそもそもその実数をこうある有限の精度で近似する数であって、で近似する場合にはその誤差が発生する場合がありますという話をしました。で、ここから先はですね、その浮動小数は基本的に使わずに、その整数ですね。で、もし、有理数を扱う必要があった場合には、その、分子と分母それぞれ整数を使うわけですけれども、その、今後の授業では、この整数や有理数の演算は、その、正確に行うということを前提にして話を進めていきたいと思います。で、そうしますとですね、その前回その整数の表現を扱った時に、整数というのは基本的に、その計算機で定まったそのあるワードですね、1ワードの単位でこう整数を扱いますという話をしておりましたの で当然その例えば大きな整数を表現しようとしますと、その整数が1ワードに収まらないぐらいの大きさになる場合があるわけですよね。で、その場合にはどうするかっていうのが、今日の話の始めなんですけれども、単純な発想として、じゃあ1ワードで扱わなければならない整数は、複数このワードを使ってワードメモリを使って表現するのはすればいいんじゃないかというふうに、こう素朴なアイデアを持つ人もいるかと思います。実際とその通りでして、で今日はその話をしたいと思いますので、ですのでまず1ワードに収まりきらない整数を扱う場合には、その複数個のワードを使って一つの数を表現して演算を行うということをします。で、このことをこのセクションのタイトルにあります多精度演算と言いまして、もしくは多倍長演算とも言います。
で、こちらにその英語を書くスペースがなくなったので左側に書きますけれども、マルティプレシジョンアリスメティックというふうに言います。まあ、プレシジョンは精度ですね。でマルティがついて、まあ、複数個のという意味でして、でマルティプレシジョンで多精度というふうな言葉なんですけれども、もともとの英語に即して訳すると、まあ、多精度という言葉になるわけですが、しばしばこの業界では多倍長という言葉をが用いられております。多倍長というのは、まあ、倍長はそのワードを 何個か用いて何倍かのワード数で一つの型を表すという意味なんですが、まあ、私自身もそちらの方に慣れていますので、今後 その表記は多倍長演算というふうに多倍長という言葉を使うことが多いと思いますので、ご了承ください。ということで、一応、まあ、ここからする話というのは、その1ワードに収まりきらない整数を扱うのに複数個のワードを使って一つの整数を表すと。で、それをその、まあ、そのやり方をですね、多精度演算もしくは多倍長演算というということで、これからその話をしていきたいと思います。で、まず最初にですね、この、まあ、皮膚の整数の多倍長演算もしくは多倍長整数の表現からこうやっていきましょう。で、最初にちょっとお断りしておきますけれども、まあ、演算と書いたところでですね、その通常はこれ指則演算を意味していまして、まあ、加減乗乗の4通りですね。で、まあ、除算は、あ、減算はまあ加算に含めて、除算は乗算に含めると思えば、まあ、加算と乗算の両方を指すわけですが、一応ここのセクションでは加算に限って話を説明をしていきたいと思います。で、なぜかというと、そのこの多倍長整数の演算というのはしばしばそのデータの表現ですとか、それから演算のアイデアというのがこの後にやります一変数多項式の演算とですね、よく似た部分がありますので、まあ、乗算に関してはその後で出てくるその一変数多項式の演算の際に同じく触れたいと思います。ということで、ここではその特に加算ですね、加算を考えたいと思います。で、まあ、演算、こう、まあ、多倍長の演算をやろうと思ったときに、まあ、他の場合でもそうなんですけれども、その計算機でその何かこう計算をしようと思うときにですね、その考えなければならないことが2つあります。一つはその扱う計算の対象となるデータをその計算機でどう表現するかということ、もう一つはじゃあそのデータに対する計算の手順をどのようにするかということですね。ですので、一つはまずデータの表現、を考える必要がありまして、でもう一つは そのデータに対する演算のアルゴリズムを作る必要があります。で、まあ、プログラミングに馴染みのある方はご存知だと思いますけれども、昨今ではその例えばオブジェクト指向といったような開発
開発コンピュータ言語ですとか、あと開発手法が一般化しておりまして、でそこではそのこのデータの表現と、それから演算方法を同時に合わせ持ったそのオブジェクトという概念を通じて、そのコンピュータの振る舞いをいろいろ定義するというやり方が広く行われています。で、まあ、そういったやり方はと、まあ、そのプログラミングの抽象化やそれから効率化においては非常に役に立つものだと思いますけれども、一方でその原始的なですね、そのコンピューターの動作に即して言うとですね、やはりより低いコンピューターに機械に近いレベルに下がっていくと、やはりこういうアイデアっていうのは避けて通れませんので、ですので、まあ、そういった観点から、一応、まあ、ここではそのデータとアルゴリズムっていうのを、少しちゃんと着目して話を進めたいと思います。でまずそのデータの表現から見ていきましょう。で、これもその、まあ、多倍調演算の実装ごとにこういろいろなアイデアがあるかと思いますけれども、とりあえずここではその酒井先生のテキストに従ってこう一つのアイデアを見ていきたいと思います。でまず最初にそのまあ、一つの数値をですね、いくつか の複数個のワードで表すって言っていましたけれども、と、まあ、これもそのじゃあ一体何個のワード何ワードでこの一つの数値を表すようにすればよいかというのも、そのシステムを設計するときにいろいろ考えるべきことです。で、まあ、立場によってはその一つの数値を何ワードで表すっていうのを、例えばワード数を10とかですね、20とか固定するっていう立場もありますけれども、一方で例えばそのデータに応じてそのワード数を柔軟に変えると、だから必要になった時に必要な長さのワード数を取って数を定義するというやり方もあります。で今のようなアイデアですと、その、まあ、長所としては、まあ、メモリーの、まあ、多少節約できる場合があったりとか、あるいはそのより大きな数をより柔軟に表現できるというような場合がありますので、今回はそのデータを表すワード数をこう任意に設定できるものとして話を進めたいと思います。でそうなりますと、そのデータをその数値を表すワードがです、この数値が何ワードで表されているかというのを示す情報がですね、その数についてこなければなりませんので、まずこの数値を表すワード数をデータに含めておきます。でまあ、これを、まあ、K と置きましょう。ですので今与えられた数値を K ワードを使って表すと、 K 個のワードを使って表すということにします。であとはもう一つは、この数値を表すワード自体ですね、自身ですね。これを、今先ほど丸1で、K 個のワードを使って表すというふうにしましたので、じゃあその実際のワードに、それ A0 から A の K-1 という名前をつけておきます。で、さらにですね、じゃあこの K 個のワードがですね、その実際の整数とどのような対応付けをが行われているかというを定義しなければなりませんので、それをこのように決めましょう。今表現しようとしている数値を V と置いたときに、こういう形でその
この V をですね、表現することにします。で、すなわち、この V、今ですね、V を2の、N 乗ごとの、数に区切りまして、で、まあ、ちょうど、この十進法ですと、例えばここが10の I 乗になって、こう、それぞれの桁を表すわけですけれども、まあ、言ってみればこれが2の ni 乗進法でこう数を表しているようなイメージになると思います。でちなみに n はですね、まあ、前の授業でも言いましたけれども、これワードの大きさを表しております。単位はビットですので、そうすると一応このシステムではその1ワードを n ビットとしたときのその V の表現ですね、をこのように与えるということにします。まあ、これ少し図式的に表しますと、まあ、こんなふうにですね、その、これそれぞれは、まあ、1ワードのメモリの、箱を、まあ、前回やった授業のような要領で表したものですけれども、まあ、その1ワードのメモリの箱をこのように、K 個並べまして、まあ、下位、一番下位の桁に相当する情報をこの A0 というワードに入れると。以下、上位桁に従って A1、A2 から A の K-1、で上位桁を表現するというふうにします。ですので、まあ、そうですね、こう皆さんの手近なところでイメージしますと、例えば皆さんよく世の中で使われている電卓というのは大体8桁、十進8桁の精度がありますから、その十進8桁の電卓を使って、その例えば80桁の整数を扱いたいと思ったら、その十進8桁の電卓を、まあ、10個買ってきて、10個持ってきて、こう順番並べると。で、それぞれの電卓でそれぞれの桁を表現するというふうにこうイメージしてもらうといいでしょう。そういうことをその、ここの計算機の内部でやるということです。で、このですね、そのデータの表現をですね、以下ではこのブラケットで囲んで、と表記の順番が逆になりますけれども、このブラケットで囲んで A0 から AK-1 というワードを並べた形で、この一つの数値を表すワードですね、を並びを表します。で、実際にはこのように、まあ、抽象的にその表現した各ワードをですね、具体的にそのどのような形でその計算機に格納するかということが、まあ、本当に実装するようでは問題になるわけです。例えば皆さんがその皆さん例えばなんかプログラミング言語を使ってこの多倍調数を表そうとする場合ですね、で皆さんが昨年 の計算研修を、まあ、ほとんどの人が履修したと思いますが、昨年の計算研修で使ったハスケルというのは、まあ、効果不効果のシステムにですね、この多倍調の整数がすでに入ってるんですね。ですので、わざわざこういうことを考える必要がないようになってます。でまあだからそういう意味ではちょっと皆さんがいろいろ取り組む機会がなくなると残念なんですけれども、まあ、ただハスケルでもですね、皆さんやったようにこのリストなんていうデータ構造を扱いましたので、まあ、そのリストの中でこういう数を使ってその多倍調の表現を自分で作ることは可能です。
あとはまあ他にいくつかのプログラミング言語で同じようなことをどうやって表現するかっていうのは、それぞれのプログラミング言語の仕様などを見ながら考える必要がありますが、実際にそのこれらのですね、データをどのような形でその計算機に格納するかということは、この授業では議論しません。ですので、それはここから先は皆さん、その各自で必要に応じて、必要なところで調べてください。なお、こういったその話というのは、よくデータ構造と呼ばれる分野というか、そのコンピューターサイエンスの分野ですね、学ぶことができます。ここまでいいでしょうか。でさて、次に考えたいのは、その、丸整数 V が与えられたときにですね、じゃあ V をこの表現、このやり方で表現するのに、その何ワードメモリを取ってくればいいかと、そういうことを決める必要があります。一応、そうか、テキストでは A と書かれていますので、何ワード必要かということをまず決めなければなりません。で、最初にその A をまあ二進数で表記するわけでして、A を二進数で表記したときの、ビットの長さですね、ビット長を決めます。で、これが一応どうしてこうなるかはまたちょっと後で皆さん各自で復習考えていただきたいんですけれども、と、まあ、A プラス1のログの、シーリング関数という形値で表されます。で、ここでですね、まあ、この授業でその、まあ、今までその多分いわゆる純粋数学であまり見られない記号がいくつか出てきたかと思いますので、一応指摘しておきますと、記号などは最初の授業の時に触れましたように、このテキストの4ページと5ページに集まっていますので、適宜復習してください。で、その中で、この LG ですね、LG は、まあ、ログなんです、対数関数のログなんですけれども、特にその t を2とする対数を表します。で、これもそのコンピューターサイエンスで特有のよく使われる記号なんですが、そこに注意してください。それから、まあ、ブラケットのですね、下がないやつですね。これは、やはりここにありますけれども、シーリング、よく天井と呼ばれる関数で、x を超えない最小の整数と、あ、最大か、ごめんなさい、x に等しいか、それより大きな最小の整数という意味です。すみません。x 以上の最小の整数という意味です。ので確認しておいてください。で、この、まあ、皮膚の整数 A が与えられたときに、その A をその二進数で表記したときのビット、そのビット長というのが、この A プラス1の、まあ、ログですね、LG2 を定とするログにの、まあ、それを以上の最小の整数ですね、で表されるということになります。で、そうですね。で、ビット帳が分かりますので、今度はこれを、その、ワード帳で表すわけですね。で、ワード帳は、今、1ワードが N ビットですので、次のような式になります。
これが、先ほどの、式におけるこの中身の部分ですね、この中身の部分をあらかじめ n で割ったものをのすぐこう大きいところにある整数ということになります。で、この値のことを以下では、A の長さというふうに表しまして、このレンスの頭文字を使ってレン A というふうに表します。ですので、まずここまででこの与えられたその整数 A を表現するのに、その A の自身を表現するのに、まあ、これだけのこの長さのワードが必要で、で、もう一つ忘れてはいけないのは、この数をですね、何ワードで表現しているかという情報をこの数に含めておくということですね。ですので、そうするとこの A のレンスの値自体を格納するのに1ワード使うということにしましょう。ですので、この体系で以上で、この A のレングスプラス1ワード分を使って、この与えられた A をその多倍調整数で表現するということになります。ここまでいいでしょうか。で、一応こういう形でこの多倍調整数を定義しますと、まあ、次に多分皆さんが関心を持つと思うのが、じゃあこの定義で一体どこまでの大きさのその整数を表現できるんだろうということなんですけれども、それは、実はここに依存するわけですね。この A の長さを格納するのに1ワードを使ってますので、そうすると、この情報が保持されている限りは、まあ、原理的に多倍調数は表現できるということですね。ですので、その長さが、A の長さが、このワードの、ワードの、1ワードのが表現できる整数の大きさを超えない範囲ですので、例えば、今、1ワードが2の3、1ワードが32ビットだとすれば、この体系で表現できる、その表現しうる多倍調数というのは、その長さが2の32乗ワード以下で抑えられるようなものになるということになります。で、その2の3、この、2の32乗ワードまで表現できるっていうのが、この妥当かどうかっていうのは、これは例えば、皆さんその場面でですね、どういう規模のコンピューターを使っているかとか、皆さんの問題扱っている問題の中でどのぐらい大きい数を表現したいかということにも、まあ、依存するわけですので、ですのでもっと大きい数を表現しないとこの問題が解けないよっていう場合には、まあ、ここを適宜こう皆さんの定義の中で調整するわけですね。まあ、それによってより大きな数を表現するという手段もあります。あとは、まあ、もう少し柔軟な表現をしたいと思う場合にはまたこの表現とはもう少し異なる表現をする場合もあるかと思います。
まあ、いずれと、まあ、この授業ではこういった表現で多倍調数、符号なしの多倍調数を整数を扱うということにします。で、まあ、これを踏まえた上で今度はその多倍調整数のその加算を見ていきましょう。でここでは、その前にですね、まずその、まあ、1ワードの整数ですね、2進数2個の加算をの手順を、見てからいきます。1ワードの整数を2つ加えるということですので、これも前回までやりましたようなこのメモリの箱を使って表すことにしましょう。で仮にまあ、1つ目の数を x と置きまして、で2つ目の数を y と置くことにします。でまあその x と y を加えて x と y を加えて、まあ、その結果を、まあ、その結果を、まあ、z という、まあ、3つ目の数もしくはメモリの箱に、代入するということをしましょう。でまあ、基本的にはその我々がですね小学校からやっている筆算と同じような原理でこう計算結果を格納することになります。それからもう一つ指摘しておきますと、その、まあ、これまでの授業ですね、このような箱で表現したのはそのメモリの内容だったわけですね。で一方でその計算機の仕組みというのをやった際に、実際の算術演算などはその CPU 中央処理装置でやりますという話をしました。じゃあこのメモリに入っている数がその CPU でどのように扱われているかということについての説明が若干補足が必要だと思いますので、まあ、それを説明しますと、実はCPU の中にもそのメモリと同じような領域があります。で、特にこの CPU の中でこのような数を保持するそのメモリ、記憶する場所をですね、レジスタというふうに言います。でレジスタはそのメモリーと異なって、まあ、CPU の中に含まれているレジスタの個数っていうのは、まあ、数個から数十個ですね、 CPU の種類によりますが、まあ、そのぐらいの個数なんですね。でただしそのメモリーにない特徴としてましては、そのレジスタ同士の値をに対して直接演算ができるという機能があります。ですのでこの場合ですと、例えばこの例では x と y という数をですね、それぞれ2つの異なるレジスタに代入して格納しておいて、でその和をですね、まあ、z というもう一つ3つ目のレジスタに格納すると、
そういった演算を想定して話を進めたいと思います。ということで、この X とか Y とか Z が格納されているこのメモリーのことを CPU のレジスタということにしましょう。で、まあ、レジスタの意味は、まあ、レジスタというのはそのメモリープラス演算装置の機能を併せ持ったものです。で、そこでですね、この、まあ、X プラス Y の結果を格納する際に、まあ、一つ大事なことは、この桁上がり、もしくは繰り上がりですね、もしくは桁溢れを検出することが必要になります。と、まあ、当然、と今表現しているこの1ワードの数、まあ、符号なしとして符号なしの1ワードの数というのは、X が2のn 乗マイナス1で、y が2のマイナス、2の n 乗マイナス1がまあ最大の数ですから、そのワードで取り得る最大の数というのは、大体2の n 乗ぐらいのわけですね。そうすると1桁こう増える可能性があるわけです。ですので、その、まあ、この CPU ですと、まあ、桁溢れと思いますけれども、繰り上がりを検出する機構が必要になります。で、これをですね、この繰り上がりを検出するところをですね、補助演算装置と、この授業で呼ぶことにします。この部分ですね。で、この場合は今その2進数で演算をやっておりますので、もし繰り上がりが起こったとするならば、この n プラス1桁目の値は1になるわけですね。で、桁上がりが起こらなければ、まあ、0なわけです。ですので、この x プラス y を計算してこの z の値を出したときに、その桁上がりがもし起こっていれば、これをですね、ここの補助演算装置に1が入ると。で、起こっていなければ、まあ、ゼロのままと。そういう仕組みにします。そうしますと、この時ですね、一応これを整数の形、和の形で表しますと、x プラス y が z プラスガンマの2の n 乗倍という形になります。ガンマは0から1ですので、桁上がりが起こると2の n 乗が加わるということで、でこれを以下の記号では、z とガンマを並べてブラケットでくくったもので表します。で、まあ、x プラス y の結果が、まあ、z プラスその桁上がり、繰り上がりがガンマという形で表します。
ちょっと上がりますか。こういう形ですね。ここまでいいでしょうか。で、1ワードの符号なしの整数同士の加算を今のように表した上で、今度はその符号なしの多倍長の整数の加算を考えます。今度はその多倍長整数として長さ k ワードの数 a と b を用意しておきまして、その a プラス b を計算するということを考えます。で、一応ですね、その多倍長数のをですね、先ほどの箱のような形でちょっと図式的に表して、その加算をのやり方を見ていきましょう。あ、そうか。先ほどのそのブラケットによる表記に即して表しますと、A がですね、この A0 から AK-1 までのワードで表されているものとして、あと一方で B は B0 から B の K-1 のワードで表されているものとします。そうすると、最初はにこの A をですね、 A の方を各ワードを並べたものを表しましたが、こんな形でこの各と K ワードのメモリが並んでいるものとしましょう。で、一方で一方でこの B の方も同じようにその K ワードのこうメモリが並んでいるものとします。で、その和を取るわけですけれども、これはその我々のがこう普段使っている十進数の筆算のようにですね、各ワードごとに加算を行って、で、それにで十進数の時にもその一桁この加算を行うたびに繰り上がりをこう次の桁に加えるという操作を行っていたと思いますが、同じことをそのここでも行うということですね。で、まずですので基本的に順番としてはこの下位の桁からこう順番に加算をしていきます。で、まず最初にこの一番下位の桁の A0 と B0 を加えて、C0 というのが出てきますよね。で、今やりましたようにその補助演算装置にですね、この桁上がり の繰り上がり情報が入りますので、これをこのガンマの1というふうに置きましょう。ですので、AI
BI プラス BI の計算を行ったら、その情報結果が CI とそれからガンマの I プラス1に入るという形で計算を行います。ここはそうか、最初そうですね、そうか、まあ、次の桁からちょっと見ていきましょう。で、次の A1 の A1 プラス B1 のワードも同じようにこう加算をするわけですね。で、で C1 が出てくるわけですけれども、その前に忘れておくはならないのは、その一つ前の桁のガンマ1ですね、これをその加えておくと。ですので、まあ、AI と BI の和に、その下の桁からの繰り上がりのガンマ i を加えると。で、これを、この CI と、それからその桁の桁繰り上がりの情報で置き換えるということです。そうしますと、まあ、C1 における、その、C1 における繰り上がりの情報はこのガンマ2に代入されますので、これを次の上の一つ上の桁の加算に加えるということになります。で、以下こう上位桁に向かって同じように繰り返しまして、で、A の K-2 と B の K-2 の和の部分では、C、それの加えた結果が C の K-2 で、その前に、前の桁の繰り上がりのガンマ K-2 を加えて、その C の K-2 になると。で、ここでのその桁上がりが、ここでの桁上がりはガンマの K-1 になると。で、最後、最上位桁のワードの A の K-1 と B の K-1 を加えて、で、それに一つ下からの桁上がりのガンマの K-1 を加えたものを C の K-1 として、最後、そこでの桁上がりはガンマの K に入ると。いうふうにですね、この、加算を、まあ、1ワードの加算を繰り返すことで、この K ワードの多倍調整数の加算を行うことができますというのが、まず、この原理ですね。ですので、結局、その多倍調数の加算というのは、我々がやってきました、この整数の筆算と本質的には変わりないアイデアでやっているということに注意してください。そう思えば、多分、そんな難しいことではないと思います。一応、これら、今の結果をですね、一応、まあ、数学ですので、数式で表しておきますと、A がこのような形で表されていて、B がこのような形で表していたときに、まあ、この A と B が入力でして、出力としては、
まあ、CI ですね。CI、C ですね。C は、この C0、C1 から C の K-1 で表される、のワードで、の並びで、ワードの並びで表される多倍長数ということにしますけれども、これを L と。いう計算を行うことになります。ここまでいいでしょうか。で、一応ここまででその多倍調整数のその加算の基本的なアイデアを説明しましたが、これをそのコンピューターに載せる、もしくはその実際にそのプログラムに書くためには、その今の計算をですね、アルゴリズムという形で書き下す必要が出てきます。で、アルゴリズムについては、もしかすると、その、これまで皆さんどっかの授業で、情報などの授業で経験済みかもしれませんけれども、一応、ここで復習しておきたいと思います。よく日本語では三法というふうに訳されることがしばしばありますけれども、まあ現代ではカタカナ語でアルゴリズムと呼ばれるのが一般的でしょう。で、まあ、これもその、まあ、数学の教科書にあるようなそういう厳密な定義というのは特にあるわけではないんですけれども、一応こう我々多くの人が認めるところの定義としては、そのある入力ですね、例えば今回ですと、この A と B という2つの多倍長数といった入力に対して、ある出力、今回はその和ですね、C という、多倍長数を出力するための計算手順、もしくはステップと呼ばれるもののことをアルゴリズムと呼びます。で、アルゴリズムの特徴というのがいくつかあります。もしくは要件とも呼ばれるものでして、これはそのアルゴリズムのように、はこういうその性質を持つ、もしくはルールを守らなければならないという、そういうものを定めたものです。でこれがいくつかあるんですけれど、まず最初に挙げましたのが、定質性という性質で、
有限界のステップで停止することという性質です。ですので、まあ、繰り返し同じ計算を行ってもいいんですけれども、まあ、何らかの、条件を設けて、その繰り返しが有限界で終わるということが必要になります。2番目の性質は正確性という性質で、これはすべてのステップにおける操作が厳密に定められていることというものです。ですので、まあ、数学ですね、数式、例えば数値的なこの演算ですとか代入ですとかといった操作は、まあ、大体この厳密に定められている操作に含まれると思っていいのではないかと思います。でそれからと皆さん、そうですね、まあ、疑問に思うであろう操作があるとしたら、例えばそのランダムに何とか選ぶとかって操作ありますよね。あれは厳密か否かっていうのは、もしかしたら疑問を持つ人もいるかもしれません。しかしながら、よくコンピューターのプログラムとかアルゴリズムにおけるそのランダムに選ぶという際にですね、実際に実装される際に用いられるのはしばしば擬似乱数と呼ばれるものでして、これはその名の通りですね、本当の乱数というわけではないわけですね。厳密にはこれも乱数の性質をある程度よく真似るように、こうある種の叱るべきアルゴリズムを使って作られているものですので、擬似乱数といっても、そのアルゴリズムが存在している限りは、その操作は厳密に定められるとみなしてよいと思います。ですので、まあ、その何々からランダムに選ぶというような操作もですね、それはもう最終的にはその実装がどういう操作でこのランダムに選ぶという操作を実現するかというのに依存しますけれども、まあ、そういうものでも厳密に定められるとみなせる操作もあるということを覚えておいてください。で、3番目の性質が、入力と呼ばれるもので、これは0個以上の入力値を持つこととなっています。ですので、入力は必ずしもなくても構わないというわけですね。次に、出力という要件がありまして、出力の方は1個以上の出力値を持つというふうに定められています。ですので、入力はなくてもいいんだけれども、その何らかの出力を伴ったものをアルゴリズムと呼びましょうということです。
で、最後の性質が有効性と呼ばれるもので、まあ、これはちょっと若干抽象的になりますので厳密な定義というわけではないんですけれども、まあ、有効なもしくは意味のある計算が行われることということで、これはですね、例えばその整数上のユークリッドの誤助法というのは皆さん去年の代数入門などの授業で扱ったかと思いますけれども、ユークリッドの誤助法というのはそもそももともとはその例えば2つの整数同士に対して有効なアルゴリズムですよね。でところがそれに対してその例えば実数ですとか、実数というのは無理数ですとか、それからその無限桁で検知されたその小数を与えたりすると、まあそのそのような数に対してはこのユークリッドの誤助法というのは計算が意味を持つかどうか、まあ多分意味を持たないことが多いでしょうというふうに、一応そのアルゴリズムを考えるもしくは設計する際には、そのアルゴリズムのが有効に計算が行われるというこの対象をある程度こう絞る必要があるという場合があります。そういう意味での有効性としてここに挙げましたので、覚えていてほしいと思います。ここまで何かありますでしょうか。はい、でまあ、以上のアルゴリズムというのをまあ概念を踏まえた上でですね、その今回の多倍長整数の加算のアルゴリズムを示します。でテキストですと15ページの下半分の方にありますので、まあ、今のアルゴリズムの概念の説明と照らし合わせて確認してみてください。で、以後ですね、テキストでもアルゴリズムの記載がいくつか出てきますけれども、その、まあ、大体はこのテキストのこの今扱っている多倍長整数の加算のですね、アルゴリズムのような記法にのっとって行います。まず最初に、まあ、入力と出力の記載があります。で今述べましたようにそのアルゴリズムはその、まあ、0個以上の入力とそれから1個以上の出力を持ちますので、まずその入力が何で出力が何でやるかということを明記しておきます。で、まあ、今回は入力として2つの多倍長整数を入力します。でこれは、今までも黒板に書いてきましたように、1つは A ですね。それからもう1つは B を入力します。
で、出力としては、同じくその多倍調整数を出力します。で、出力の方の多倍調整数は、C というふうに表現されていました。で、この C というのは、その A と B の和をであると、そういう数です。で、これですかね。で、あとはその、1行ごとに、その計算のステップを書いていきます。で、この、書き方もいろいろありますけれども、このテキストでは、括弧1、括弧2というふうにして、それぞれのステップを順番に書いていきます。で、最初に、ガンマ0に0を代入するというのが、ありまして、で、これの操作が 何を意味するかっていうことなんですけれども、先ほど の筆算の図を残しておけばよかったんですが、消してしまいましたので、これは後からこう確認してもらって分かるかと思いますが、ガンマ i っていうのはその桁上がりのこう有無を格納する場所だったんですね。で、最初の最下位の桁、この A の0と B の0の加算の時には、その最下位の桁ですので、そのそれよりも下の桁からの桁上がりというのはないはずなんですね、原理的に。で、このガンマ0っていうのは、この最下位の桁での桁上がりを表す変数でしたので、最下位の桁上がりはないですから、あらかじめこのガンマ0のところに0を代入しておきます。で、2番目のステップとして、i for i in0.k-g2 とありますけれども、これも、アルゴリズムの記法のいくつかはテキストの4ページ、5ページあたりにあるので確認していただきたいんですが、これは、よく言うフォア分といいまして、この i をこの0から k-1 の範囲で、こう1ずつ増加させながら、以下の処理を繰り返しなさいという意味です。で、この辺のですね、記述も多分独特だと思うので、注意しておいてください。この場合は、0から k-1 までの、その、整数ですね。一つ置きの整数。で、しかもそれ順番が定まっていますので、それにも注意してください。ですね、この場合は単に集合というわけではなくて、i を0から k-1 の数を、i を1ずつ増加させながら代入するということです。で、で、ここでどうするかっていうと、式を見ますと、ai プラス bi プラスガンマ i を ci とガンマの k プラス1のブラケットに代入しなさいという意味なんですけれども、実際何をやっているかというと、この下から、例えば a の1だったら、この桁ですね、それぞれの桁の同士のその桁というかその部分を表すこの整数同士の加算を行って、でそれにその一つ下の桁からの桁上がりの値を加えて、で加算を行うと、でその加算の結果を一つは CI に代入して、それから
桁上がりの情報をこのガンマの、ごめんなさい、これ i プラス1ですね、すみません。i プラス1に代入しなさいという意味です。で、これをこうそれ A と B のそれぞれの、まあ、下の桁から上の桁に向かって繰り返すということです。で、このスカッコさんはテキストには書いてなくて僕のところで独自に加えたんですが、先ほどそのアルゴリズムの要件で、まあ、出力として1個以上の出力を返すという、要件を書いておきましたので、このリターンという文でこの結果を出力として返すというふうに書き加えました。ここまでいいでしょうか。何か質問ありますか？大丈夫ですか？終わってからでもいいんで、来てください。と、で、一応、今日は大体、このぐらい辺で時間になりましたので、今日の話は、このぐらいにしたいと思います。で、次回ですが、まず、計算量の話をしたいと思います。そのために最初の授業でセクション 1.2 を飛ばしましたが、そこにちょっと戻ってですね、この全近記号とかそれから計算量の話をしてですね、でアルゴリズムの効率を測る指標の一つである計算量の話をしまして、まあ進んでいきたいと思います。ここまで何か質問ありますでしょうか。それでは今日の授業はこのぐらいにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。